はい、どうも皆さんこんにちは、ミサです。本日はですね、グランブルーファンタジーのファミ通ですね、ファミ通のグランブルーファンタジーのですね、新規情報が出ていたらしいので、そちらの方チェックさせていただこうと思います。よろしくお願いいたします。まあこちらはですね、週刊先出しファミ通の方で出てる情報ですね。ソーランの故郷にレンジャーが舞い降りるということで、まああの次のイベントの、フォレストレンジャーサインみたいな、俺たちのレンジャーサインっていう、まあイベントの方の、キャラクターの、あれと次の新スキンのお話になってますね。今月末のスキンかな、マキラの新スキンがもらえるみたいですねですね。これ何の、これマキラ何これ、変な服着てんだけどめっちゃ変な服着てんじゃん。水着スキンかと思ったけど水着でもない。水着でもないならこの下の鳥は何みたいな、なんかこう何スキンだっていう。まあでもアンチラの時は春のスキンでしたので、まあ、これも春のスキンなのかな。春なんだこれが、わかんないな、ちょっとよくわかんないけど可愛いですね可愛いから OK です。でも幸せなら OK です。まあそんな感じで、マキラの新スキンと、まあちょっともうこちらは実装されてるんだけど、まあ週刊ファミ通であるゆえ致し方なしって感じなんだけど、まあイオのね新スキンが出ていますよっていうご紹介。そして、ウェルターですね。まあさっき言ったように新イベントのウェルター最終上限解放後の絵も、出ておりますといったような感じで、まあこちらがですね、週刊ファミ通の情報、週刊ファミ通で得られる情報だったんですけれども、まあファミ通はね、なんかこう案の定というか、ファミ通はねよくねファミ通はよくね、なんか内部にね密告者が存在するんですよ、ファミ通は。でまあそんなわけで、もう発売されるファミ通の中身が出ちゃってるみたいですね。アプリスタイルはそんなことなかったんだけどな。でまあそちらの情報が出ております。6月登場予定のキャラクターを紹介という、6月19日は2人が登場ということで、バウタ・オーダとジャンヌ・ダルクが出てましたよっていうような情報が解禁されて、でまあこちらさらに次ですね、ユグドラシルがプレイアブル化されますよっていうことで、最終上限解放後の絵も出てるみたいですね。ユグドラシル、白空戦争を終えてからもずっとルーマシー軍島に残り、空の成り行きを見守る森の守護者として暮らしてきた、で感情の芽生え、感情が芽生えるわけよ。感情が芽生えたらしい。感情の芽生えにより外の世界へ出てみたいと願い、無邪気な心で一歩を踏み出す。なるほど、無邪気、この服で無邪気はこの服で無邪気はいかんでしょうみたいな君はこの服で無邪気と、無邪気なわけかい、なかなかやばいんじゃないのかい。はい、そして、新規で SR のジャミル、これあれですかね、服あの属性変更版、闇っぽいですよね。闇っぽい、あのジャミルっていうのはもともと土属性のキャラだったんだけど、まあなんか色的に闇っぽい感じですね。かつてのエルステをなんとかかんとか、ごめんよくわかんなかった、見なかったということで、まあ次のレジェンドフェスかな、次のレジェンドフェスの情報が出てるんじゃないですかね。召喚石シャインホークガルラ、シャインっていうと光っぽいですよね。シャインっていうと光っぽいで、まあこのガルラ、鳥っぽさとかフォ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 って感じだと風っぽい、光もしくは風っていうような感じですね。まあ何の石なのかはわからないんですけれども、シャドーバースなどでもおなじみのキャラクターですよね。でまあ、これが多分月末のレジェンドフェスのピックアップキャラになるんじゃないでしょうか。 SS レアがユグドラシル、 S レアがジャミル、シャインホークガルラ、そして、ベネディアの最終上限解放、まあ、この4つをね、目玉として今月のレジェフェスは、開催されていくんじゃないかなというふうに思いました。ということで、情報、ファミ通のフラゲ情報でした。なかなかね、まあ、ユグドラシルのステータスがかなり頼む、この服で無邪気はそんな感じです。それじゃあ皆さんまたお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。